皆さんこんにちは。こんにちは。今回は北海道檜山管内を旅しようと思って出かけてきました。北海道檜山管内っていうと、どこっていう人もいっぱいいますよね。北海道民でも、あんまり行ったことない人も結構いると思います。いると思うね。まあ、一言で言うとね、函館のすぐ隣っていう感じ。上の方。そうだね。檜山管内っていうと、北と南に分かれてる。正式に言うと、北はセタナと今金、ね、南がアッサブ。何見てんの人のノート見て何言ってんの7つの町で成り立ってます。今回はとりあえず上の国町まで行きます。はい。そっからこう北上していく、はい、そんな感じで旅をしていく動画にしたいと思ってます。はい。今日もショコラちゃんも一緒です。でとりあえず今はねパーキングエリア有珠山に到着したので休憩をしたいと思います。はい。よいしょ。休憩です。有珠山です。おー、きれい。有珠山サービスエリアの展望台です。2個買っちゃった。おー、ホタテ、ゴロッと入ってる。美味しい。でしょ。さっき買ってきたご飯食べようかな。一人で。え？おにぎし。いただきます、先。出た。ホタテの出汁めっちゃ効いてる。真っ赤。はい。宇佐市町にあります茂次郎温泉でお風呂に入っていきたいと思います。ゆっくり温まってきー。なんかね、マルチン露天サウナって書いてある。それ気になるんだ。マルチンだよ。何しん？マルチン。なんかさ、茂次郎温泉じゃなくて銀次郎温泉って言うんだよね。どういう読み？じゃあね。はい。さっきねすぐ出なきゃ。すごいいい温泉だった。ポポカポカ。ポポカ。外にあれあったっしょ？サウナ。サウナ。またのー、茂次郎温泉。自宅から道の駅上の国文殊まで305キロ走ってきました。ようこそ上の国町へ。今いるのは、はい、ここ。道の駅。上の国文殊、国道228号線沿いの岸壁に立ち、日本海を見渡す絶景のロケーションと新鮮な地場産食材を提供するレストランや特産品販売所があります。今からね、檜山回り始めるよ。お、楽しみだな。今向かってるのは、はい、上の国町の硫黄山。おお、道の駅からねすぐなんだよね。ここ今2分ぐらいで着くかな。おお、風車が見える。おお、いっぱいあるんだよねここね。へー、すっごいいい景色。あ、神社ここだ。ちょっと行ってみようかな。はいはい。今向かってるのは硫黄山神社。いや、今日天気良くてめっちゃ良かった。最高。ちょっと見てこれ、すごい、もうね、パノラマビューが見えてる。おお、すっごい。で、なんとここから見えています。この坂をぐーっと上がった先に神社。結構あるな。登山か。一発目からこれだから。わかる？この勾配。うわ、綺麗だけどね。おじいさんのように、もうなんだっけ、函館のチャチャ登り。はい、チャチャ登りです。チャチャ登り、チャチャ登り。着いたの。やったー。やっと参拝していこう。おう、よいしょ、ここだ。はい、硫黄山神社。
鎖がかかってますチーンだよ見える？うん、嘘。でも閉まってる中で今回の旅が大成功しますように。よろしくお願いしますまたのー、またのー。わー、こっから見る風景はすごいな。大パノラマ。うわー、豊かな気持ちになる。はい、今硫黄山神社のね駐車場のところを出て、今向かってるのは北海道夜明けの塔。ここ行きたかったんだ。あ、あった。北海道夜明けの塔。夜明けって言ったらあれだよね。はい。夜明けの夢を君が泣いた。いやいや、いつの時代それ。硫黄山のほぼ頂上にやってきました。北海道夜明けの塔はね、開基800年を記念してできた、上の国のシンボルタワーです。はい、この塔を登っていきたいと思います。はーい。これわかる？これ。ちょっと、3D カメラ買ってみました。うわぁ、すごいすごい。わぁ。あ、ここで終わり？ここで終わりなんだ。すごいよ、これ。おー、見える？うわー、うちのキャンピングカーが見えてます。はい、降りてきました。夜明けの塔、まったのー。まったのー。すっごい景色だったー。次に向かうのは、道の駅上の国文殊。はい、昨日ね車中泊したところでした。はい、ここを左に曲がるとすぐです。道の駅上の国文殊に到着です。おお、文殊文殊、かぼちゃがあるよ。腹減ったな。あ、ただいま9時。ようこそ上の国町へ。おお、観光マップはこれです。今行ってきたのが、うん、硫黄山山頂。はは、今行くのが道の駅上の国文殊。お、かわいい。神ゴン。神ゴンだお目目がお星様、お腹が炎、尻尾がツツジ。上の国町のパワースポット観の道、これ行ってみたかったの。そしてね、これね、岩に穴が開いてんだよ、これ。あ、で、ここにも鳥居が。テックイドル食べてみたいな。テックイって何か知ってる？ヒラメ。はい、ここに書いてありました。ヒラメのことなんだって、テックイって、うん、いや、食べてみたかったんですけど、なんと11時から15時まででした。まだやってません。なんでいるんでしょう、新庄監督こっちのね、ハミゴンに食いつかず新庄監督に食いつきましたハミゴンでっか。日本最初の洋式軍艦、軍艦昌平マンが強かった。昌平マンって安政元年とかだよ。鹿児島から来たんだって。ぐるっと巡るラリー24球のやってたから、これやってみたいと思います。ハミノク、おー、ハミノク売店こちら。ちょっとこんにちは、売ってる。お、朝ごはんまだだから600円。大変です。11月1日から800円に値上げです。そんなアワビが入ったイカ飯だよ。あ、これは食べてみたい。贅沢だ。はい、900円です。上の国神ゴンクッキーだって。かわいい。神ゴングッズもあります。かわいい。海産物とかもすごいね。美味しそうだね。ちょっとちょっと、カツアワビ1個700円で売ってる。神ゴングはさ、木工芸品とかも作ってるんだ。有名なんだ。ここの見える景色もすごいよ。あとは神の道に行けたらよかったけど、時間の関係で無理です。ニラマンだって落ちそうです買っちゃいます。こんなにいっぱいも
はい、道の駅で買いましたカニ飯です。おお、うまそう。美味しそう。カニもいっぱい乗ってる、うまそう。いただきます。うわ、大盛りいった。うん、めっちゃうまいんだけど、カニがすごいいいだし効いてる。おさまんべのカニ飯も美味しいけど、うん、すっごい美味しい。うん、すっごい美味しい。ニラまんも買ってみました。美味しそう。すっごいニラのいい香りしてる。こっから隙間からすごい匂いしてる。ニラだよ、ニラ。ニラ。今日一日中。草。くそそう。もっちもち。うわ。うん。めっちゃうまい。ニラの他にもさ、お肉とか。うん。マロニちゃん。そうそう、マロニちゃん。餃子のあんみたいな感じで。すごい皮がすごい分厚くてもちもちなの、まんじゅう。これ何個でも食べれる。くぬまじゅう、今ニラの香りでプンプンしています。めっちゃうまいから。ニラ効いてて、ああこれは味が濃くて、このまんじゅう系の中で過去最高美味しいかも。一番美味しいかも。おすすめです。道の駅上の国もんじゅう。またのー、またのー。またね、ゆっくりこっちも来てみたいね。ねえ、気に入った私、上の国。だって上の国ってさ、上の国って書くけど、字をちょっと直したら、うん、神様がいる国だよ。すごいな。それ本当なの？わかりますよ。いやいやいや、ちょっと。そしてね、上の国町にまたまたすごい川があるんだ。なんと、はい、天の川。おー、あの天の川、織姫様と彦星様 の本当のお話。あ、来た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 。これが天の川にかかる橋。へえ。これ天の川って書いてあるでしょ。で、これね、星座が書いてるの、このプレートに。十二星座。本当。そうなんだよ。ちょっと見えないけど。神の国に天の川。すごいな。織姫様と彦星様の出会いの場。さっき看板読んでたよね。天の川笠木ロードって言って。いや、天の川笠木ロード。天の川笠木ロードです。はい。これ米坂秀則さんっていうのかな、はい、作ったブロンズ像がくっついてる。それで、ほら、星座のパネル、うん、くっついてんだよ。なるほどね。はい、ブロンズ、この上にね、立ってますよね。雄大に流れる天の川です。はいはい。反対なんてもっといいよ。こちらがね、下流側になります。すごいよ、あそこに船なのか、ボートなのかわからんけど、あります。はい、星座のパネルをちょっと今見に来ました。こちらの方、あ、キャンミーさん、ヤギ座です。私、お羊座。これ天秤座。違う、うちらのどっちかのを探してるの。はい、ヤギ座が先に来ちゃいました。負けたな。よしよし、ヤギ座の女怖いよ、結構。サソリ座の女みたいに言うなよな。おっと、お羊座あったよ。イエーイ、やっぱりお羊だよね。闘争心の塊の人。超めんどくさいの。あんたさ、ね、言われたから言い返してね。はい、今上の国町を出ようとしています。はい、次向かう先は江差町。江差町はね、上の国からすぐそばだから。うんうん、上の国行ったかな。よくあった。また来たいわ。来たいね。上の国待ったの。天の川待ったの。海王丸。本当だ。
これいいんですか。はい、カツラ。うまいわってやんの見えるの。どこまで行くの。どこまで行くの。登ってっちゃったよ。さあすごいよ、すごい景色。また絶対来るわ。ねえ。かわいい。かわいい。はい、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけね。疲れてなんも出ねえ。